アイドルキャンパスに来てくれた皆さん、こんにちは。ありがとうございます。クリエイティブ歌のお姉さんこと松山葵です。夢は世界を調教してみんなを楽しませることです。よろしくお願いします。アイドルキャンパスさんは2年ぐらい前から定期的に出させてもらって、今日は久しぶりの出演です。みんなに会えて嬉しいです。ありがとうございます。やった。そしてお姉さんはたくさん大規模いいの撮れてる、見えそうで見えないやつね。いっぱい広めてよろしくお願いします。もうみんなの応援のおかげでね、なんかたくさんの方に知ってもらってて、でももっともっと楽しいライブをすればもっと楽しんでもらえるのかなって思って頑張ってますので、まずは今日楽しんでいきましょう。なんかわかんなくなってきちゃった。ではお姉さんはオリジナル曲すべて作詞、ほとんど作曲もしてます。で今日ちょっと待って、忘れてたちょっと待って、忘れてた。これ次歌うから、次じゃない、最後歌うんですけど、その前に昔綺麗だったの昔綺麗だったんです。ありがとうございます。それでは次の曲で最後になります。今日気になったよって方、まずは松山葵、名前覚えてくれたら嬉しいです。覚えてくれましたか？ありがとうございます。タイムテーブル見直すか分かるよね。うなずいてくれ。ちょっとねお知らせ、いろいろなライブあるんですけども、特にお知らせしたいことがあります。こちらちょっと 10月10日にお姉さんの中で1年で一番大事で頑張りたいライブがあります。生誕祭かける、誕生日かけるテレビアニメかけるテレタマということで、松山葵の気まぐれという題名で、なんと川越南文化会館でいろいろな記念ライブを行います。イエーイチケット、今日手売りチケット持ってきてて、後にイープラスさんとかでも販売されるんですけど、今日チケット手売り買ってくれると記念に、記念写真1枚プレゼントしてますので、ぜひゲットしてほしいです。で150人限定ということで、今こんな厳しい状況ですけど、ソーシャルディスタンスをしっかり保って感染対策バッチリで、挑みたいと思いますので、今日楽しいな、行けるよっていう方いたら遊びに来てくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。それではちょっといろいろな予定とか松山愛で調べてチェックしてください。じゃあ最後の曲はお姉さんみんなの縁のおかげで自分でテレビアニメ作りました。そのアニメの主題歌、お姉さん動物園という曲を歌います。この曲はみんなが人間の心を忘れて動物になれる曲です。最後、違う、パオパオゾーンがあります。パオパオしようすごい拍手でかいねで最後うまくできたら褒めてあげるから、褒められたら胸に手を当てて心の中でありがとうございますって言ってね。それでは聞いてください、お姉さん動物園。
状況完了。みんな大変よくできました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それでは、この後並行物販になります。みんなも楽しん、最後まで楽しんでね。またねー。